ごいわ、あのリザ大の看護学部に受かるなんて。奨学金ももらえるし、家に迷惑かけないからね。空にばかり苦労させてごめんね。お母さん応援するから。ありがとう。たくさん勉強して看護師になるよ。勉学に励む中、衝撃の出会いも。このくるみさんってすごい。医者の仕事もしながら地域の福祉にも積極的。私もこんな人になりたい。大学を首席で卒業した私はついにくるみ先生がいる病院に看護師として就職。よろしく。はあ、また若いのが来た。そしてすぐなんとあのくるみさんと一緒に仕事をすることに。くるみさんだ。かすみさんもくるみさんのファンなんですね。こんな近くで見るのは初めて。はわわ、来たばかりなのにすごく動けてるわね。はい、ありゃ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 、いとうがやい。けっと、あいつもこいつもくるみくるみって。くるみのやつ高校の頃から目立ってて鬱陶しいのよ。くるみ先生ってさ、あの年で全然男の話題出ないっておかしくない？この病院での振る舞い方が分かってないよね。いいわ、私があんたの教育係になってあげる。どうやら私は押してはいけないスイッチを押してしまったらしい。次の日、あんたのためにマニュアルを用意してやったわ。その1、クルハより先に出勤して掃除。その2、クルハが出勤したら一番に挨拶に来ること。その3、クルハより先に休憩に行かない帰らない。いや、看護師のマニュアルっていうか。4、医者との恋愛禁止。違反した場合は罰金30万。罰金。それから5、休暇を出す時には理由を詳細に書いて提出。ちなみに承諾しない場合もあります。おい、一番大事なところ。最後に6、クルミの話題は禁止。以上よ。なんだこれ。かすみもね。私もですか？新人看護師のマニュアルじゃ。空のお手本になりなさい。わけわかんないマニュアルだけど、挨拶とか掃除は別に普通のことだし。クルハさんいつも来るの遅いから必然的に私が先に来るんだよな。他の項目も仕事と全然関係ないし、休暇は今のとこ必要ないし、普通に仕事しよう。ソラさん、ありがとう、助かったよ。イエーウッキー、またラッキーで褒められて。あれ、ねえソラさん、ここってこうするんじゃなかったっけ？さっきまでちゃんと。やだわ、言い訳なんて。先生すみません、この新人給料泥棒バカンゴシって言われてて、土地でノルマで有名なんです。バカンゴ、何それ。今初めて言われました。しっかり教育しますから。はあ、クロハさんから何にも教育された覚えないっていうか、邪魔しかされてない。ソラさん大変だね。かすみさん、ありがとうございます。ソラさんの活躍、きっとくるみ先生も知ってくれてるよ。今くるみって言った？マニュアル第6条を忘れかしら。おかしいな。こんな一方的なマニュアル、むしゃくしゃです。反対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 。あんたたち全然わかってないよね。項目追加。7、クロハに口答え禁止。8、ソラを励ますの禁止。新人看護師関係なくなってますが。クロハさんの妨害はどんどんひどくなるばかり。ソラさん今日も夜勤なの？どうして？くっそー、クロハね。まだシフトの交代承諾してないのに帰って。おー、あいつに夜勤全部押し付けて、今日もエステからの合コンよ。でも夜勤の給料は私のもの。あれ、なんか給料おかしい。すっごねー。経理に相談して調べてもらうことになったけど、クロハのやつ信じらんない。あ、ソラさん。あら、今日は顔色がいいですね。すっかり良くなったわ。疲れてる時の患者さんの笑顔は救われるな。頑張るぞい。そんなある日、病院に新しい先生がやってきた。ゲンです、よろしくお願いします。わかった、イケメンの遺跡した。よろしくお願いします。今誰か叫んだ？ゲン先生なあ。もうない大卒で父親があのメイ。地道に続けてた婚活がついに実ったわ。運命の恋見つけちゃいました。ゲン先生。はい。私なんだか具合悪くって、別室で2人きりで見ていただけませんか？いや、専門じゃないんで。照れちゃって。は？先生、お弁当作ってきたから食べて。スタミナ弁当よ。自分のがありますから。油すごっ。かわいいわ。最近クロハさん、いろいろ言わなくなってきたな。邪魔されなくなってよかった。これからは快適に。ソラ、急だけどあんた今日も夜勤ね。結局またそうなるのかよ。もういい加減にしてください。シフト通り働いてもらわないと、私だけじゃなくて患者さんも困ります。うっさいわね。マニュアルなんだ、ちゃんと
さ。あー、ケン先生、夜勤だったんですね。顔まで真っ青だよ。診察室空いてるから休みなさい。診察室、先生すみません、助かりました。ずいぶん夜勤入れてるけど無理してるんじゃない？上にも相談してるけど全然改善されなくて。でも患者さんのことがもっとよくわかるので逆にラッキーかなって。へえ、偉いな。体には気をつけてね。はい、ありがとうございます。翌日、そういえばあの子ずっと夜勤だよな。だろう。あ、ケン先生発見。でも偉いんだ、疲れてるのに患者さんのこと大事に考えてて。俺もソラさんを見習わなくちゃ。ソラだと？話したんだ。うん、昨日夜勤の時にちょっとね。ぶっきー、あいつ、いつの間に私のケン先生に。許さない。マニュアル4に違反したわね。罰金100万円よ。何のことですか、金額増えてますよ。いい、ケン先生はね、私と付き合ってるの。え、そうだったんですか。くれぐれも二人きりにならないでちょうだい。仕事なんだから仕方ないでしょ。あ、ケン先生、それでほんとすごいんだよ、クロハのやつ。ケン先生もクロハさんのこと意外だな。密室に連れ込もうとするし、手作り弁当断っても必ずロッカーに置かれてて。なんなんだよ、あの女怖えよ。うー、そんなある日、ソラ急だけど明日のシフト変わってもらうから。バカと一緒。まあまあ、あんたにシフト変わらせるのもこれで最後になるかもよ。え、私明日ケン先生のご実家にご挨拶に行くの。マジか。だから近いうちにこの病院ともさよならなの。おめでとうございます。やめるんだやめるんだ。そういうことだから頼んだわよ。はい、行ってらっしゃいせー。さいなら。だが翌日の夜勤中、どうされました？苦しい、持ち荷の食べ過ぎかしら。どうしよう、クロハさん担当の患者さん。どうしたの？くるみ先生、どうしてここに。話は後、私が見ます。くるみ先生、ありがとうございました。いえ、それにしても話は本当だったのね。え、クロハさんがソラさんに勝手にシフトを押し付けているって聞いたの。一体どこで何してるの、あの子。助けてー。何事？警察呼ばれてるの。なんなんだこの女。クロハさんは勝手にゲン先生の実家住所を調べ、一人で乗り込んでいたのだった。翌日、あんたには今日こそ徹底的にお灸を据えなきゃね。ひどい、あんな目にあったばかりの私に。おい、クロハ。あ、ダーリン、助けて。誰がダーリンだってめえ。よくも人の実家襲撃しやがったな。あれ、二人は結婚するんじゃなかったんですか。するか。全部このストーカー女の妄想だ。妄想？ストーカーってことは、両親にご挨拶っていうのは嘘だったんですね。人にシフト押し付けておいて。あんたの傍若無人っぷりもう見過ごせないわ。改めて警察に突き出してやる。やだ。こうしてクロウさんはクビになり辞めていった。邪魔する人もいなくなったし、何よりクルミ先生が前よりも来てくれるようになって毎日ハッピー。ゴー、クルミ先生。ゲン先生もすっかりファンクラブですね。一方、クロウさんはゲンさんって方から接近禁止命令が出てるわよ。35にもなって何してるんだ。いい相手がいるって言うからお見合いを断ったが、今度こそ言うことを聞いてもらう。え、いやよ、あんな人とのお見合いなんて。強制的にお見合いをさせられたクロハさんは、クロハさんって言うんだ、可愛いね。魔法少女黒カマジカのクロカちゃんにそっくり。